近ほんと、暑くなってきたわよね。そうね、梅雨だから湿気もすごいし、本当嫌な時期よね。しかも、梅雨を抜けたら私の苦手な夏。ああ、今年はどうやって乗り越えようかしら。夏の間せっかちゃんはよく干からびてるからね。へえ、冬の巫女ってことだけあって夏は苦手なのね。そうね、やっぱり季節の巫女だから自分の季節が一番なのよ。本当、夏は一生来なくていいのにな。そんなこと言ってたら月下お姉ちゃんに怒られちゃうよ。月下お姉ちゃん。うん、私たち、四姉妹の長女で、今は四季神社の神主候補として、修行してるんだよ。へえ、大花と節花は神主候補じゃないの。私たちじゃ月下お姉ちゃんに手も足も出ないのよね。成績優秀、運動神経抜群、とかよくアニメのヒロインの説明に出てくるようなセリフが全部詰まったような人なんだよ。その上、圧倒的な戦闘能力があるから私たちじゃ候補しても太刀打ちできないのよね。へえ、それはぜひ一度会ってみたいわね。うん、きっと霊夢も月下お姉ちゃんを気に入るよ。私は季節のせいか、月下お姉ちゃんは少し苦手意識があるのよね。大花、節花、大変だよ。どうしたのそんなに慌てて。月下姉がここに来てるんだよ。ちょっと、なんで早く言わないのよ。今どこまで来てるの。さあ、さっきメールが来たからあと数秒かな。どんなメールが来たの。長いから省略するけど、大花ちゃんに用事あるから今からパトのところに行くわね。で、今からってことは数時間くらいはかかるわよ。いや、月下お姉ちゃんはそんなの関係ないのよ。きたー。相変わらず早いな。私に何の用だろう。そうよ、今回は大花に用事があるんだから私は自分の部屋に戻ってるわ。せっかちゃん、多分もう、大丈夫、今ならまだ間に合う。何逃げてるの。せっかー。じゃあ、出たー。月下お姉ちゃん、こっちに来るなんて珍しいね。一度幻想郷の家に行ってみたかったのと行事についての話でこっちに来たのよ。あ、そっか、そろそろ引き継ぎの前があるからね。大花ちゃんとせっかちゃんはいつも二人だから探すのが楽だわ。いつのまむこの部屋に入ってきたの。というか現れた時なんか使ってなかった。ということはロカは相変わらずどこにいるかわからないの。そうね、ちょっと時間かかっちゃうわね。あの子電話取らないから。こっちは大花は携帯持ってても部屋に置きっぱなしが多いし、せっかは分かってても取らないしね。だって月下お姉ちゃん小言が多いんだもん。せっかちゃんがもっとしっかりしてたら小言なんて言わないわよ。とりあえず次の春から夏への引き継ぎの日程を伝えに来たから、ちょっと別の部屋で話しましょう。はい、それじゃあちょっと隣の部屋借りるね。はあ、これは小言確定だな。ねえ、なんかお姉さん光ってたけど。ああ、あれは高速移動っていう技よ。高速？月下お姉ちゃんは夏を操る程度の能力で主に光を操るんだけど。なるほど、光なら夏の特徴を多く含んでるから応用が効く能力ね。うん、それもあるんだけど、月下お姉ちゃんは今までの四季一族随一の天才って言われてるの。そうだね、大花の無限霊力があれば一族最強って言われたのにって言ってたね。パトは知らないけど、無限霊力がなくても相当な霊力を秘めてるし、能力のバリエーション、体術、魔法、霊術に関してはほぼマスターしてるのよ。私や大花が修行していた時は、本当手も足も出なかったわよ。へえ、月下姉はそこまで強いんだね。そうだわ、それなら前に使ったスカウターを使ってどれほどの力があるか見てみましょうよ。それにウプ主が宝力を取り入れてからの実力も気になるから、ついでにウプ主も見てみましょう。お、いいね、僕も気になってたんだよ。早速見てみようよ。それじゃあちょっとスカウター取ってくるわね。さあ、測るわよ。どんとこい。嘘？いくらだったの。まあ、少しは修行したんだから1000くらい行ってたらいい方じゃないの。2万5000。本当に。嘘でしょ、そのスカウター壊れてるわよ。2万5000って言ったら霊夢より実力が上ってことになるじゃない。実際はオーラを使うことで通常の戦闘力の 1.5 倍上がるから、まだ私の方が上だけど。問題はあの宝力を取り込んだことで、今までウプ主から失っていた力が戻ってきていること。それがどれほどのものか想像できないこと。おそらく今のウプ主で2万5000ってことは、もっと鍛えることでこの先10万、いや他の宝力を手に入れれば幻想郷最強クラス。すなわち戦闘力1億クラスまで上がる可能性がある。まさかそこまで力が上がっていたなんて。今の私は2万4千くらいでオーラを使うことで3万6千まで上げることができる。つまり今からウプ主にオーラを使う修行をしてオーラを使いこなせるようになれば、今の状態で2万5千の 1.5 倍、3万7500までパワーアップすることができるわ。そんなに、それはぜひ教えてください。これから先、最後にパトが戦った相手以上の実力者が出てきた時、パトも戦えるようにしたいから。これから、私の修行も兼ねてガンガン教えていくわよ。
よし、よろしくね、霊夢。まさかこうも簡単に抜かされるなんて。私は大会時は6000、引き解放で1万、2000、大方目の前で死んだ時にできた引き解放は2万、4000。それでも今のパトには届かない。もう一度、私も引き神社で月下を姉ちゃんに腫瘍を見てもらわないといけないわね。とりあえず月下姉の戦闘力見てみようよ。それもそうね。それじゃあその日身内に帰ってきてね。わかった。それにしても見ないうちに随分力を上げたわね。こっちに来て腫瘍をサボってるんじゃないかって心配してたけど、ちゃんと腫瘍してて安心したわ。えへへ、最近まで宝力争奪大会があったからね。そこでいろんな人と戦ったりするってことでいっぱい腫瘍したんだよ。へえ、つまりその大会で実戦経験を積んだってことね。うん、やっぱり腫瘍と違ってすごく大変だったけど、それでもいい経験ができたって思うよ。そうね、どんなに腫瘍をしても実戦経験がなければ大した効果は得られないものね。実際に実戦経験がある状態とない状態でする腫瘍は全く違うわ。つまり今の状態で腫瘍をすれば、大会以前より、より効率よく腫瘍ができて、今まで以上に成果が出せると思うわ。へぇ、やっぱり月下お姉ちゃんは何でも知ってるね。ふふ、これでもあなたたちのお姉ちゃんだからね。ターゲット発見。意外とバレないものね。僕たちも宝力争奪大会で成長したってことだよ。なるほど。これで気配を欠かせてると思ってるところが可愛いわね。とりあえず早く月下姉の戦闘力を測ってみてよ。ラジャー。あれ、戦闘力0だわ。嘘、ということは実はお姉ちゃんってすごく弱い。衝撃の事実だね。さて、そろそろ悪い込みを仕置きしてあげようかな。ちょっと、いきなりスカウターの数値が。あばば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 ば。どうしたの、霊夢。で、戦闘力、150万。150万。桁が全然違うじゃないか。よしよし、驚いてるわね。確かそのスカウターは200万くらいになると壊れるタイプだったわね。やっと。うわ、いきなりスカウターが。このスカウターが壊れるなんて。満足してくれたかしら。じゃあ、すいません。ふふ、本当可愛いわね。どうしたの、お姉ちゃん。なんでもないわよ。それじゃあ私は家に帰るから、これからも修行頑張ってね。うん、また何かあったらお姉ちゃんに連絡するね。それじゃあまたね。よし、みんなのところに戻って月下お姉ちゃんが帰ったこと伝えに行こう。どうしたの、みんな。やばいわよ、大花が帰ってきたってことは月下も帰ってくるわよ。ひ、あんな力で説教、体罰されたら私死んでしまうわ。よくよく考えたら、あのスカウターって200万まで耐える性能がいいスカウターを買ったのに壊れちゃったんだよ。つまり、私たちは月下にやられるってことね。あばば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 。せっかー。面白いからこの状態にしてよると。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので。ぜひ、見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので。そちらを見ていただくと、よりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひ、していってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。